花が神木と縁を結ぶと幸運が訪れると言われていてね、わざわざ遠くから来る人もたくさんいるんだよ。あんたが何を願ったのか考えてた。俺はもう前に神木と縁を結んだ。この紐の中には俺が結んだものもある。そうだね、ご神木との縁は一度しか結ぶことができない。欲張ると願いが叶わなくなってしまう。ずっと前のことだ。これは99個の木の玉でできているの。全部ご神木から落ちた枝で作ったもので、永遠に続くという意味があるんだよ。お嬢さんにあげる。つけてやる。淡い木の匂いがする。あんたに似合うな。さあ、もういい時間だな。そろそろ旅館に行くか。聖夜様、お待ちしておりました。ご予約されたスイートルームのご用意はすでにできております。こちらがお部屋の鍵でございます。しばらくの間、俺たちはご近所さんからルームメイトになるな。この部屋が一番眺めがいいんだ。寝室から見える景色もそれぞれ違うから、好きな方を選んでいいぞ。失礼いたします。サービスのお菓子をお持ちしました。俺が受け取ってくる。先に寝室を選んでてくれ。こっちでお菓子を食べよう。オーナーの手作りらしい。どこに行った？あんた、子供の頃かくれんぼが得意だっただろう。切れたのか？俺も手伝う。もしかしたらこの温泉旅行をもっと面白くしてくれたのかもしれない。
ほら、面白いだろ？すごい音がしたの、聞こえたか？痛いか？たまには子供扱いされたい時もあるだろう。まったく、あんたは。人助けをした子供にはご褒美をやらないとな。そんなにずっと見てたらいつまで経っても温泉に行けないぞ。焦らなくていい、ゆっくりやれ。先に行っててくれ。オーナーにちょっと用があるんだ。また後で。待たせたな。そんな小さいビーズだと、もう見つからないかもな。別に一個くらい足りなくても大丈夫だろう。手を出せ。これで99個だ。今までこっそり昼寝してるとでも思ってたのか？今？温泉に浸かりながらブレスレットを直す人は初めて見た。じゃあこれで心置きなく温泉を楽しめるな。さっきは他のことに気を取られてただろう。
こんにちは。イボルを持ってるのは僕だよ。僕は人間の意識に潜入できるスズメなんだ。僕に潜入されたこの人は君に聞きたいことがあるみたい。それはね、ビーズの最後の一個を見つけてあげたから、何かご褒美をくれないかってことだよ。いいか、大事なビーズを見つけたんだから、もう少しご褒美をもらってもいいだろう。このブレスレットはそんなに価値が低いものだったのか。安心しろ、すごい神木だから必ずあんたの願いを叶えてくれる。ずっと前に俺が神木に願ったことはもう叶ったから。あの時はここに来ることは当分ないだろうと思ってた。もし来るとしたらきっともう一人じゃないって。大事なもの？探し物が得意でよかった。特にあんたに関するものは。でもそれだけはゆっくり探せばいい。